このビデオのポイント、マジ好きで楽しそうなことを仕事にしな。Hey guys, thank you so much for checking out this video. ようこそ就活が楽になるシリーズ2へ、ね、前回のビデオでは本当に狙ってる会社に入らなくても心配しなくて大丈夫だって、どんなに狙っても会社に入っても日本でもね、30% がその会社から3年以内で離職するっていうデータが厚生労働省、なんだっけ、厚生労働省から出てるわけよ。これ過去の日本の20年間のデータを見ての話なのね。で、世界のデータ、リンクインが過去の5億人のデータを20年間で見たら、ね、人って仕事を15回変えているわけよ、普通の人は。わかる？だから狙った会社に入れなくても全然心配することないの。 Alright? で、このビデオのポイント、Right? 就活シリーズ2のポイントは、マジ好きで楽しそうなことを仕事にしな。楽しそうな会社に入りな。ワクワクするようなところにもう本気でうわーみたいな感じで入ってきな。絶対その方がいいよっていうことなのね。Okay、どういうことかというと、やっぱこの社会で就職活動とかしているとね、みんないい場所に入ろうとするわけよ。で、みんなエリート系の大手企業に入ったりとか、ね、もう本当に受験もめちゃくちゃ頑張るし、もう受験受からなかったらあなたダメですよ、ね、でも、ね、同じような感じでこのいい会社に入らないといけないって、で、仲間がこういうところに入れるようになって自分だけ入れなくてプレッシャーを感じてる、いや、かわいそうなんだよ、それ事実じゃないのよ、ね、でもやっぱりこの親からの影響とか、親があんたお前これに行かないとダメだよとか、本当にあお前できないんだな、大手企業入れなかったんだな、いいしっかりした会社に入れなかったんだなって、そういう環境で育ってる人たちもいっぱいいると思うのね。で、なんかそれを認める学校の先生たちも自然に、まあ、先生もそうなっちゃうと思うんだけど、やっぱりそういう人たちがいっぱいいると思うわけよ。で、言っとくよ、大手企業入れた人おめでとう、すごいね、 Good job、ね、これからファイトだぜ、頑張ってこうぜ。でもな、この次のところをマジ聞いた方がいいよ、大手企業に入れた人、ね、で、大手企業に入れなかった人ももう安心して次のことを聞いてください、ね、この安心安全っていうことなんだよ、ね、もしあなた本当に大手企業に入ることができたら安心安全になると思いますか？思いますか？ちょっと面白いリアルなデータを見てもらいたいんですよ。平成元年、ね、世界の会社、世界の中でトップ50に入っていた日本の会社は何社だと思いますか？ね、ちょっと考えてみて。じゃあちょっとテストしようか。ね、1から5だと思う人、10から15だと思う人、ね、0だと思う人、ね、20だと思う人。はい、見てみましょう。Alright! だら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 、32なんですよ。あるで、32だよ、1988年。これはビジネスウィークグローバル1000っていう、ね、ビジネスウィークから引っ張ってきたデータなんだけど、Alright! 世界のトップ50に日本の会社32社がトップ50に入ってたんだよ。で、トップ10の7社は日本の会社だったんだよ。ある、こういう会社に入ってたら安心安全ですか？それは安心安全だよねと思うやろ。2018年、世界のトップ50に入ってた日本の会社は何社でしょう？5以下と思う人、ね、で、5から10だと思う人、10から20だと思う人、正解は1社なんです。はい、で、しかも35位なんですよ。まあ、これ今ちょっと上がったり下がったりしてると思うんだけど、これ2018年の7月20日のデータなんだけど、ね、トヨタが世界のトップ50の35位でまだ残ってるんですよ。Alright? なのでポイントは、今大手企業、今強いところ、今永遠に残るんじゃねえかっていうところに入っても、その会社がなくなる、その会社が弱くなるっていうのはリアルにあることなのね。
だから大手企業に入ったら安心ですかって言ったら、そんな甘い話じゃないんだよ。ごめんなさい。ね。ね。だから正直言って、ね。安心安全、公務員いいやって。いや、俺、公務員も多分 AI とか入ってくるべ。ほんまに。うん。だから公務員も、いや、だからね、この5年間だったらいいかもしれないけど、本当にこの30年、40年後、その仕事あるかって言ったら、なかなかわからないよな。ね。で、ここがポイントなのよ。ね。何が安心安全なの？何を手に入れれば心配しなくていいの？それ今説明するぜ。それはスキルなんだよ。スキル。市場がお金のを出して認めてくれるスキル。スキルを持ってると安心安全していいの。でもまあ時代が変わってスキルが使えなくなったっていうのは別の話だから、それは常に時代と常に進化しないといけないんだけど、スキルなのよ。スキルって何回っていうと、スキルが自分のものを作ったりとかサービスを提供できるわけよ。ね、よし、どうやってスキルを上げるか。経験なんだよ。経験なんだよ。だから、ね、で好きでも嫌いなことでもずっとやってたらスキルはつくのよな。でも一つ言っとくぜ、嫌いなことをやってると普通の人の場合はスキル高めるまでめっちゃ時間かかるよ。めっちゃくちゃ時間かかるよ。好きで得意 で得意ってちょっとでも得意でいいんだよ。本当にちょっとだけ、得意なんて本当に考えなくていいぐらい、ちょっとだけでもいいぐらい、ね、好きなことを仕事にすると何が起こる？リアルに、ね、例えば僕の場合だったら、ね、YouTube とかが大好きなの、映像が大好きなの。ちょっとこれ S ログ2で撮ってて、ね、編集とかもこだわってるわけよ。でラットつけるかラット使ってない自分でのラットみたいなの作ってるわけよ、まあ、ちょっと専門的なことなんだけど、これ綺麗やろ、綺麗だよ。なんで綺麗なの？俺大好きなの。15、6年ぐらいずっとやってんのよ。 YouTube が HD になる前から映像やってんのよ。だからどういうことって言うと、仕事終わってもずっと YouTube 見てんの。週末ぼーっとしてる時に何やるって言ったら、どうやってもっと綺麗な映像できるんだろうとかずっと目を張ってるわけよ。で自分のお金で自分の時間で勉強しに行ってるので、そうやってる人たちがいるとうわーって言って勝手に集まってその人たちと話したりするわけよ。で今度そういう人たちがスーパー企業秘密裏技テクニックとか教えてくれるわけよ。うおーみたいな感じで、で普通だったらずっとやらないと身につかないのがパンパンパンって、ね、本当に3年とか4年とかでバンバンバンとか一人前になれるわけよ、ね、僕映像の学校一回も行ったことないの。一回も、全部 大学でもこんなやってないわけよ。全部 self taught I taught myself、right? ポイントは好きでパッションがあって、ね、でやってるうちにちょっと得意になってくるから、あれ、そうするとスキルがつくわけよ。で今僕転職できるの、他の会社に行けるの、経験があるの、ね、でその会社がどっかの、僕が転職するときにその会社誰を選ぶと思う？スキルがあって超パッションがあってめっちゃ大好きでもっと学びたい、もっと教えてください、もっと上に上がりたいんですっていう、わーっていう本気でもう仕事が大好きな人が、いや一応20年やってますねけどあんま好きじゃなくて、はいはいお願いします、 どっち選ぶあなただったら、ね、まあ僕の場合はちょっとパッションありすぎかもしれないんだけど、今ちょっと大げさにやってるんだけどね。でもリアルにね、好きで得意でスキルを持っている人方が転職にも強くなるわけよ。だからさっき言ったでしょ、3年以内で3割は仕事を辞めてるんだよ。 30% だよ、ね、人口の 30% 悪いかい？悪くないよ。ちゅうことはもうちょっとでそれ普通なんだよ。多分5年以内で 50% ぐらい辞めてるんじゃない、ね、世界はそういうデータだよね。ポイント戻すんだけど、好きなことを仕事にすると
ね、仕事が終わっても勉強しているから経験が上がる。実は寝てる間もこういうの考えるわけよ。俺夢とか YouTube のスローモーションを撮ってる夢とか見るわけよ。本当に好きなことを仕事にすると、ね、夢でも考えてるわけよ。で朝起きたらいろんなアイデアが降ってくるわけよ。なで仕事行くやろ、仕事もパッション、いや好きだからもっと行くっていう感じ で今度入ったらもっと本気だからもっと学べる、感情が入ってるともっと学べる。で仕事中でいい人が、ね、教えてくれる人に、はい先生みたいな、ありがとうございますみたいな感じでもう情報をキャッチできる、いろんなことを教えてくれる、ね、で週末もそう、自分のお金で資格を取ったり、ね、でこれが1年じゃなくて2年間続くとどうなる、ね、3年間5年間やってるとどうなる、10年間やってるとどうなる、20年間どうやってるとどうなる。ガチ業界のトップ 20% に入るっていうのも可能なのよ、可能なのよな。でも嫌いで得意でもない、やりたくない嫌いなことを仕事にするとどうなりますかね。最初の数ヶ月はまあチャレンジみたいな感じでね、あの新しい会社だったら新入社員だから頑張りますおーすみたいな感じで、ちょっと野球部みたいな感じでね、普通の人は結構頑張れるんだよね。でもこれ3年持つかっていう話なんだよね。3割の人は3年持たないんだよな。でこの自分が嫌いなことを毎日続けている人生をちょっと想像してみてもらいたいわけよ、ね、会社行ってやりたくないことを1日7時間8時間9時間やらないといけないわけよ、ね、でなかなか給料も上がんないんだよ。で結構労働時間って実は、まあ、僕は東京の中小企業での情報は知ってるんだけど長いのよ。で特に大手とかはもっと長いのよらしいのよね。これ気をつけないとね、これ、うん、まあ、会社によると思うんだけどな、ね、でそれが嫌いなこと仕事終わったら何する、 YouTube でどうやってその仕事のために、ね、努力するかとか見る、どうやって、ね、その仕事を上手くなる方法とか仕事終わったら勉強する、見ないよな。ネットフリとか YouTube でお笑い見るよね、辛いもんね。ね、でこれが6ヶ月とか経つと、ね、日曜日の午後とかどうなる、これサザエさん病っていうんだってね、お腹が痛くなるのよ。月曜日仕事行きたくないよって、休みたいよって、でも行かないといけない、でまた嫌いなことをやらないといけない、ね、で今度それが何年間続くとどうなる、ね、まあ、それはちょっと怖くなっちゃうからあんまり、ね、自分で想像しても見てもらいたいわけよ。5年後、10年後、ね、嫌いなことを仕事にしていると、はい、ポイントは、ね、好きなこと、ワクワクすること、楽しいことを仕事にすると経験が上がるのね。経験が上がるとスキルがもっと早く身につくの、もっと早く1人前2人前3年前になれるの。そうするとしっかりビジネス、お金がどこから来るのかっていうのも勉強しながらやっていると、そのスキルで市場にサービス商品を出すことができるの。そこからお金が入ってくるの ね。でそれがあると転職もできるの、ね、でも嫌いなことを仕事にしているとこの経験がやっぱりその自分にハンディキャップを与えちゃうわけよ。週末勉強するかい、勉強しないと思うんだよ、ね、夜朝早起きしてもっと勉強するかいって、ね、それできる人って結構特殊な人だけだと思うんだよね。嫌いなことを好きになれるっていう、それ大したもんだよ。それできる人は、普通の人はそれなかなかできないわけよ。で今度そうなると仕事を変えますってなるわけよ。5年間この嫌いなことやってたんだけど、でスキル身についたって、うん、身につきました、どのぐらいって、このぐらいですって、ああそうなんだ、うん、ね、このぐらいのスキルで転職したらどうなると思う、
このぐらい持ってる人が、スキルを持ってる人がその仕事を取っちゃうんだよな。新入社員で頑張りました、ね、3年間4年間頑張りました、 OK、 どういうスキルがついた、まあ一般的な名刺交換のやり方は分かって、で早くメールを書くっていうのも分かって、でその、ね、社会的な大人の、ね、あのメールを書く、ね、ビジネスメールを書くっていうのができます、でワードとかエクセルも使えますって。あ、そうなんだ。それってどのぐらいのスキルだと思う？ほぼの人がそれできるよ。ほぼの人が、その仕事を求めている人は、ほぼの大学卒業して、ね、普通の会社に入った人はそれできるんだよ。それを持ってるからこの会社が雇ってくれるかって言ったら、そうでもないわけよ。なでも自分が好きでこれに才能があるっていうことを気づいてて、でこういうことができます、ね、僕大好きでこれができて、これはすごく早くできて、ね、これもっと上がりたいんですって言ったら、転職の確率はあるかい？あるわけよ、ね、だからこうやって新入社員で大手企業に入れた人、おめでとう、頑張れよ、で自分のスキルを上げていこうな、もう、ね、でも大手企業とかで狙ってるところに入れなかったかもしれない、そういう人全然心配しなくていいぜ。心配することなし。何をすればいい？とりあえずワクワクして楽しそうなところに自分を突っ込みな、本当に。で親からの反対、社会の反対とか来るの大丈夫、みんな来るの、ね、時代は変わってるの。さっき言ったでしょ、1988年の常識、ね、トップ50に32社が世界のトップに入ってるんだよ。今1個しか入ってないんだよ、34位とかで。な、この働き方の常識が変わってるの、right? なので、right? とりあえず今は好きでやりたいなっていうところに挑戦していく時期だと思うのね、大学卒業した後は、ね、ね、で好きで得意なことを仕事にしろって言われても、好きで得意なこと何なんですかって分からないと思うわけよ、ね、まあ、だからそういう時にあのビジョンプログラムっていうのをやるとすごいいいと思うんだけどね、そのビジョンプログラムっていうのは自分が好きで得意なことを何なんだろう、本当に何をしたいんだろうっていうことを考えていくコースなんだよね。でこれはまあ今じゃないかもしれないけど、本当に自分が本当に何をやってこの世界の中で生きていくんだ、本当にこれ何やるんだっていうのは向き合った方が、僕は、まあ、向き合いたい人は向き合うといいと思うんだよな。 Alright、 なので本当に心配しなくていいぜ。好きで楽しそうなことに、ね、飛び込んでいく、ね、それ本当に大切なことなんだよ、ね、何が安心安全かってスキルだよ。自分にお金とするエネルギー、一番マーケットプレイスに何かを提供できて、それでお金で生きていけるようになる、それで生きれるようになるっていうのはね、本当に幸せだよ。お金で買えない幸せかもしれない、もう大丈夫なんだ、僕はこの世界で生きていけるんだっていう、その安心はねすごいいいことだから、それをやるためには本当に好きで、ね、やりたいなっていうことを今挑戦していって、全然大丈夫だと僕は思います。 Alright you guys, I love you guys and I will see you next week.